パリオリンピックトレードマーク体操男子個人総合、決勝、日本時間1日、ベルシーアリーナ、体操日本の次世代エースを過信の助、20、特集会、が個人総合で金メダルの開挙。団体の金に続き五輪初出場で見事、2冠を達成した。東京五輪金の橋本大輝、22、セントラルスポーツ、は検討も得点が伸びず6位で、 内村公平に続く連覇はかなわなかった岡は同種目日本人6人目となる金メダルで、ロンドン・リオの内村、東京の橋本に続き日本勢が4大会連続の頂点に輝いた。2日前の団体戦では崖っぷちからの大逆転で2大会ぶりの金を獲得した日本。岡も4種目でミスのない演技を披露し金メダルに貢献し、この日も会心の演技で世界の頂点に。 決勝は予選上位24人で争われた。最初の、床では序盤の新進ムーンサルトを決めると、倒立も安定した姿勢で全体的にミスなく14.566点の高得点。着地後もガッツポーズを見せ、自身も手応えの出だし。中国のエース長広常、24、は頭が床についてしまうミスで、橋本は14.633と高得点でスタート。だが、 アンバで橋本は倒立のところで痛恨の落下となり、12.966とスコアを落とし頭を抱えるシーンも。岡はここもミスなしの安定した演技で14.500。続く、釣り輪で岡は着地で一歩跳ねてしまい、13.866もここまで暫定トップ。2位と0.166点差で後半へ。橋本も着地で一歩後ろに下がり、 暫定18位とメダル争いに黄色信号。長馬、に挑んだ岡は着地で少しふらついて腰が落ちてしまうがなんとかこらえ14.300点。長と橋本は大技、ロペスをダイナミックに決め高得点。だがここでウクライナ勢の2人が長馬で順位を上げ、岡が暫定3位対に。平行棒では橋本は得点を伸ばせず、 岡は落ち着いた演技で安定した倒立姿勢を見せると、着地もまとめて15.100のハイスコアで暫定トップに再浮上。勝負は最後の、鉄棒へ。暫定2位の小弱党3位長広常の中国勢が岡を追いかけ、4位のウクライナコフプンが床で逆転を狙う。橋本は鉄棒を残して8位でメダル圏内まで1.768点。